動画をご覧の皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。よしきです。というわけで今回なんですけれども、今なんですが、7月2日の、12時というか、7月2日になってすぐでございます。というわけで、先ほどですね、フェイト・アポクリファの第1話を見ました。めっちゃ良かった1話から。というわけでそのテンションでガチャの方をやっていきたいなと思います。今回は、アガルタピックアップ召喚というわけで12日までやっているのを、予備符5枚と、青少石1回で合計6回端末で引いていこうかなと思います。というわけでよろしくお願いします。出てください、単発信者です。はい、逆になんか持ってなかったっけ。はい、このまま得意ね。おっと、新しいも初めてだったかな。うん、持ってないの来ますね。さて来い、サバス金。おっ、サイバー、リリウスですね。来たよ、我が来たよ。いやー出ないかー、そうそう来い、サバト。おですよ。もうそれだけでいい。で、スキルもまあまあまだそんなね、あの詳しくは知らないんですけれども、なかなかにいいキャラだと僕は思っております。で、来たね。いやキャスターも出てくれればいいですね。ただもうアサシン来たんで、まあ満足ですね今回のガチャ。ただキャスターが来た、まさか。いいよ、君前も来てよね、前の動画でも来てよね。はい、ラスト行きましょう。こっちの方が重いからね、無課金は。サバンツ、おお、はい、とほい、最後一撃入りで終わりましたというわけで、まあアサシン出ましたね。まだ、アカルタの方全然ストーリーを進められてないので、まあ、テストも終わったことですので、しっかりと進めて楽しみたいと思います。そしてまたアニメの方も始まりましたので、そちらの方も楽しんでいけたらなと思います。というわけで皆さんは出ましたでしょうか、アサシンキャスター、まあ、バサカもいらっしゃいますけれども、まあ、僕は今回アサシンを無事行くことができました。ありがとうございます。というわけでまた聞く機会がありましたらね、また動画にしようと思いますので、その時はどうぞよろしくお願いします。では今回もご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録とグッドボタン、ぜひともよろしくお願いします。というわけで次回の動画でお会いしましょう。さようなら。